皆さんこんこにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますプライムデーより三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします7月12日地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの元凶です 超高水利委員会によると、朝8時の時点で水位は146.64メートルです。おとついと比べると20センチほどの低下となっています。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。西安チャンネルです。ダムデータによると、7月6日から水位は146メートル前後でキープしています。 流入量は徐々に下がっていることもあり、放流量も1日の中で上げ下げするルーティーンに入ったようです。安定飛行といったところでしょうか。上流の観測所を見てみます。こちらも流量はかなり下がっており、6月上旬あたりの水準にまで戻っています。深夜3時のデータを見ると、上流の観測所での流入は、毎秒1万2300立方メートルで、三峡ダムは毎秒1万4000立方メートルです。このため ダムの直近と南側の川からの流入の合計は、毎秒1700立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入、そして直近と南側の川からの流入の合計とも、ほぼ変わらずです。<noise> 今朝8時の放流量は、毎秒1万0立方メートルとなっています。放流量から見ると37、37%の発電状況と推測されます。 単純計算になりますが、12基前後のタービンが稼働しているかもしれません。前回の動画で、南の水を北に送るというプロジェクトの南水北調と、因光補完について少し取り上げました。1点訂正があります。これは、視聴者さんからご指摘いただいたのですが、炭鉱鉱という湖が観光にあり、そこまではすでに水路の工事が完成しているそうです。 高というと、ここにもダムがあり、名前は知っていたのですが、今回の件で場所が分かりました。当チャンネルは、一人で運営しているので、時々、早がてんして、誤った情報もあります。できるだけ、チェックしているつもりですが、どうしてもミスがあります。追加情報や訂正情報をお持ちであれば、どしどしコメントいただければ幸いです。なお、コメントに URL を記載すると、一旦保留となる設定にしています。 スパムやエロサイトへの誘導を防ぐためですコメントはすべて目を通していますので新情報などもいただけると非常に助かります番組の途中ですがここで臨時ニュースです中国スナメリの人口繁殖で300万人がネットで見守る人民日報日本語版が伝えています中国の生物研究所が飼育しているスナメリの風獣が無事赤ちゃんを出産したとのこと 赤ちゃんの名前は、FQC-22 だそうです。これをネット経由で300万人が視聴していました絶滅の危機にあり人工繁殖して個体数を増やそうとしている模様。超高の環境汚染により生態系に影響があったと言われています以上「中国スナメリの人工繁殖で300万人がネットで見守る」についてでした「西シアンチャンネル」です ところで先ほどの A 文字と数字についておそらく16進数で表現されたもので意味のあるものだと思われますこれを見て二進数のビット列が頭に思い浮かんだとすればあなたはもう変態級ですダム周辺の月別年間降水量です例年なら雨が多い時期ですが今年は今のところそれほどでもない印象ですウィンディーで確認します 日本では次の三連休に大雨の恐れがあると指摘されていますが、あちらでも久しぶりの雨と予想が出ています。長江の北側にあった雨雲が徐々に南下して、土曜から来週の火曜あたりまでかかり続けるかもしれません。日本から長く伸びる前線による影響によるものと推測されます。お湿り程度となるのか、そこそこ降るのか。注目したいところです。 週間天気予報によると、ここ数日は晴れる模様です。最高気温が38度と、かなりやばい状況みたいですね。その後は、天気は下り坂となりそうです。日本列島はというと、日本海側を低気圧が通過しており、中国地方や近畿、東海、そして東北まで強めの雨が降っているようです。神戸では、深夜から雷雨で土砂降りとなり、今朝から断続的に強い雨が降っています。 戻りずゆといったところでしょうか内陸の巨大四連ダムの発電が半端ない件三峡ダムの上流には4つの巨大ダムがあることをご存知でしょうか上流からウードンデダムバイフタンダムシールオダムそしてシャンジャーバダムになりますこのうち最初に作られたのがシールオダムで2008年 77万キロワットのタービンを18機備えています同時期にシャンジャーバダムも完成こちらは80万キロワットのタービンが8基あります2020年7月にウードンデダムが完成してここは85万キロワットのタービンを12基備えています最後はバイフタンダム2021年5月に竣工100万キロワットのタービン16基で発電します 2022年7月にすべての設備が稼働する予定これら4つのダムは連動していてカスケード式となっています発電容量をすべて合わせると4646 46万キロワットとなりこれは三峡ダムの2倍以上となりますここで作った電気は三峡ダムと同様2000キロメートル以上離れた上海の周辺にまで送電されます 内陸で電気を作って、消費地である沿岸部の工業地帯に送る、という方針のようです。さて、視聴者さんから教えてもらった情報ですが、2021年10月13日に三峡ダムの上で、演奏会があったそうです。ピアノをずらりと並べて、かなりの数の合唱団が参加したようです。 どうしてと思ったのですが、三峡ダムのある偽証紙は、ピアノの一大生産地だそうで、海外にも輸出しているとのこと。日本で、中国のピアノのイメージはないのですが、相当、作っているようです。そのアピールの一環とのこと。過去には、ダムで合同結婚式をしたのをご存知でしょうか。ダムの手前で、ウェディングドレスだらけの写真。そこで線でも、と思うのですが、ま、びっくりしちゃいな、ということで。 最後までご視聴いただきありがとうございますご興味がありましたらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いですメンバーシップもよろしくお願いしますそれでは次の動画でまた